みなさんこんにちは、ステラです。今回は8分の1のカットやっていきます。前回はモチーフ単体のねカットの仕方でしたが、今回はタペストリー、あとはねクッションカバーのカットをしていきたいと思ってます。今日使うデザインはクジラです。いくつか注意したい点がありまして、まずはこの V のところですね。ここは気をつけないと後ろの生地を噛んでしまうことになりますので、ここが一箇所ね注意するところになります。で、 V のところはこの角度がついてるところなので、こことここ、ここ、ここ、あとねこちらになります。一連の流れでカットしていきますので、最後までご覧ください。はい、でモチーフを切る前にですね、まずはね粗立ちします。余分な生地の部分ですね、少し余分に、まあ2センチか2センチ余分に粗立ちをします。はい、でこの線は今回ねカットの線を書いてます。でスタートしていきます。必ず布に対して垂直にハサミを向けてください。で置いてカットしてもいいですし、持ってカットしてもどちらでも大丈夫です。はい、 V のところですね。で V のところはここ角まで来たら一旦ですね、このままハサミを滑らせます。この時歯ですね、この歯の接点ですね、接点は持ったまま、押さえたままです。で軽く点で持つような感じですね。でハサミを滑らせたら生地を回します。でこの時このね歯の根元、ここは外れないようにしてください。で回したらハサミを、そうすることでうまくね角がカットできます。はい、裏も綺麗にカットできてますね。はい、で8枚でカットするとき、ここのね V の部分、ここが難しいです。今のようにハサミでこの角までまずはね進めます。そうしましたらハサミを滑らせて、ここね滑らせて前に進みます。でここ持ったまま軽くですよ、ここね軽く持ったまま、ここのちょうどね斜めのここの線のとこね、こう持ったまま生地を軽く曲げます。ここギュッと、ここね難しいんですけれども、ここのハサミのこのね根元のところでギュッと持ったまま無理やり角度をつけると後ろの生地がえぐれてしまいます。そこを気をつけてやってみてください。はい、じゃあ続けてやっていきますね。不安な時は置いてやりましょう。で角です。ハサミはなるべく大きく使ってください。あとはこうずっと8枚を一緒に切っているんだっていうことをずっと意識していきましょう。
で待ち針が打ち足りないと思ったらすぐに打ち直します、まあ、最初にね必ずねちゃんとね打っておかなきゃいけないんですけれどもね、まあ、ここにもあった方がいいなと思ったらすぐに待ち針を追加しましょう。この時もね待ち針押さえないとシワになりますからね気をつけてください。はい、続いて内側ここですねカットしていきます。ここはねつながってるところが何箇所かあるのでそこはつながったままにしておきます。この端でね終わるときはハサミの刃先で終わるといいと思います。最後は削ぐように終わります。はい、これでできました。はい、このように表から見ても裏から見ても綺麗にねカットできていれば成功です。まあ、8分の1のカットは結構難しいので最初は4分の1でカットしてみたりして練習してくださいね。今日はね少し短いですけれどもこちらで終わりたいと思います。いつも見てくださってありがとうございます。セラでした。またねー。